皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は弊社にも質問が来る人工甘味料についてのお話しさせていただければと思います。人工甘味料気になる方もひょっとしたらね多いんじゃないかなと思います。まあよくねネットで人工甘味料は危険だとかね健康に悪いとかね人工甘味料でもカロリーないですけど太っちゃいますよと不安を煽るような情報がネットで流れてたりしますけども、そういう情報本当なのっていうところについてね私がお話をさせていただければと思います。まず人工甘味料を取ったから太るということはありません。なのでそこはね安心していただければと思いますし、健康のリスクについても普通にね過ごしてる分には健康被害が出るリスク限りなく低いので気にしないで大丈夫だと思います。これは弊社のプロテインに人工甘味料が入ってるから言うわけではなくて、いろんなデータを見てね客観的に判断してそう言えるからここでお話をしているんですけども、ではまあその根拠についてね一つずつ解説をしていきたいなと思います。まずその人工甘味料を取ると太るのかどうなのかっていう話をさせていただければと思うんですけども、人工甘味料まあ基本的には0キロカロリーです。いくら取ってもカロリーっていうのはありません。なのでそこだけ考えれば人工甘味料いくら取っても0カロリーなんで摂取カロリーはね変わらないわけですよね。数字だけ見ると人工甘味料で太るっていうことはまあありえないよねっていうふうに考えられるんですけども、人工甘味料で太るって言ってるね人たちの主張を見てみると、人工甘味料ってまあ甘みを感じるわけじゃないですか。その甘みに反応してインスリンというホルモンが出て、それによってね体脂肪の合成が促進されてしまうので太りますよと、カロリーはないですけどインスリンのせいで太りますよと、そういうことを言ってる人はいるわけですよね。まあこれもすごそうなね実績のある人がそうやって喋ってると、あなんかそんな気がするなと、あそうなんだっていうふうに納得してしまいそうなんですけども、まあこれはねガセネタだと思っといてください。人工甘味料でインスリンが出て太るそんなことはないです。そういうことを言ってる人がいればちょっとねきつい言い方ですけど、その人の専門家としての質を疑った方がいいと思います。何か他の商品を勧めたいのかなとかね、何か裏があるんじゃないかっていう風にね疑ってかかった方がいいと思います。これだけねやっぱりこの人工甘味料に関する発信というのがされている中なので、当然ですね人工甘味料と体重に関する研究もいくつかされています。ある研究では体重が重くなればなるほど、まあ、0キロカロリー飲料ですねダイエット飲料の摂取量も増える傾向にあるっていうのが分かっています。これだけ見るとですね、じゃあダイエット飲料飲んだら太っちゃうんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけども、実はこれダイエット飲料を飲んだから体重が増えてるのか分かんないんですよね。体重の変化ってそれ以外の要素が大きく絡んでくるわけですよね。例えばもう食べ過ぎて太ってるからそれを気にしてダイエット飲料をたくさん飲んでるっていう可能性もあったりするわけじゃないですか。なのでその体重の変化についてはダイエット飲料以外の要素が大きすぎて体重が重い人がたくさん飲む傾向にあるというデータだけを持って0キロカロリー飲料甘味料を取ったら太るとも言い切れないわけなんですよね。でこの研究でもう一つ言われているのが、体重が重くなればなるほどダイエット飲料の消費量も増える傾向にあるけども摂取カロリーも増える傾向にあったっていうのが分かってるんですね。要するに体重が重い人の方がたくさん食べてましたよっていうことなんですよ。それはたくさん食べたら太るのは当たり前、体重が増えるのは当たり前の話なんで、これをもって人工甘味料で太るっていうのはまあ言えないわけなんですよね。どっちかっていうとたくさん食べてるから体重増えてるんじゃないのっていう方が可能性は高くなるわけなんですよ。でまた別の研究でですね、普段の食生活に加えてダイエット飲料を飲んでもらったら体重がどう変化するのかっていう研究がねあったりするんですけども、この研究では6ヶ月間ですねダイエット飲料を飲んでもらったんですけども体重は変化しませんでしたと。6ヶ月って半年間なんで結構な長期間なんですけども、その長期間ねダイエット飲料を飲んでもらって人工甘味料を取り続けてもらったんですけども、それによって体重が増えることはなかったっていう風に結論付けられているので、やっぱりねダイエット飲料を飲んで人工甘味料を取ってですね0キロカロリーだけど太ってしまうっていうのは考えにくいと思います。でそしてね、人工甘味料で太る説を唱えてる人がよく言うね、人工甘味料を取るとインスリンが出てっていう話なんですけども、まあこれもねガセネタです。インスリンってその血糖値が上がった時にその血糖値を下げてくれる、血液中のね糖分を筋肉とか体脂肪とかそういった組織に運んでいってくれて血糖値を下げてくれる、そういうホルモンなんですね。なので当然ですね糖質を取って血糖値が上がるとインスリンが出るわけです。
ですね。まあ、なので甘い飲み物を飲んだりすると血糖値が上がって、それによってインスリンが出て血糖値を下げてくれるということになるんですけども、0キロカロリーの、ね、甘味料を取って、まあ、甘みに反応してインスリンが出るかっていうと、出る可能性はあるかもしれないんですけども、そんな体重とか体調に影響するほどの量は絶対に出ないです。これはもう私はっきり言っておきます。そんなにたくさんインスリンが出たら大変なことになります。まあ、なんでねこれだけ私が言い切ってしまうかっていうと、インスリンって糖質だけに反応するわけじゃないんですよ。タンパク質取った時でもインスリンって出るし、ホエープロテインを飲んだだけでも、プレーンのホエープロテインですよ、それを飲んだだけでも実はインスリンって出るんですよ。まあ、それだけねこういろんな条件でインスリンって出るようになってるんですけども、もしね人工甘味料の甘みに反応してインスリンが出るんであれば、昔のねボディービルダーたちって全然絞れてなかったはずなんですよ。まあ、これはね私が先輩のボディービルダーから聞いた話なんですけど、1990年代から2000年代の、まあ、今から30年から20年ぐらい前のボディービルダーたちですね、海外のプロボディービルダーの話ですけどね、彼らって減量中にダイエット飲料をめちゃくちゃ飲んでたらしいんですよ。もうガブガブ飲んで減量してたらしいんですよ。その人たちが今と比べて仕上がりが甘かったか絞れてなかったかっていうと、全然そんなことはなくて、むしろ今のプロビルダーに比べて絞れてる方たちもたくさんいたぐらい、ダイエット飲料をガブガブ飲みながら昔のボディービルダーたちっていうのは減量を進めていたわけなんですね。もし甘味料の甘みに反応してインスリンが出て、それによって体脂肪が増えて太ってしまうっていうことであれば、そんなね昔のボディービルダーたち、ダイエット飲料ガブガブ飲んで仕上がるわけがないじゃないですか。でも仕上がってるっていうことは、まあその程度の影響しかないっていうことですよ。そしてインスリンっていうのは太るよりももっとね深刻な、まあ、副作用というか気をつけなければいけないことがあって、インスリンってねたくさん出すぎると死ぬんですよ、低血糖で。糖尿病の方とかがすごい気をつけなきゃいけないことなんですけども、インスリンっていうのは、まあ、本来ね体脂肪を増やすホルモンではなくて血糖値を下げるホルモンなんですよね。血液中にある糖分を体の他の組織に運んでいくことで血糖値を下げるホルモンなんですね。その体の組織っていうのは筋肉だったり内臓だったり体脂肪であったり、いろんな組織があるんで、体中の組織に糖分が運ばれていった結果体脂肪が増えて食べ過ぎると太りますよっていう話なんですけども、血糖値ってね下がりすぎると深刻な健康被害が出るんですね。血糖値が下がりすぎるとこう頭がぼーっとしてきたり、頭が痛くなったりとかね、眠くなってきたり、そういう症状が出てきます。もっと低血糖になると今度はいきなり倒れて昏睡状態になってしまったり、意識を失ってしまったりとかね、意識が朦朧としてろれつが回らなくなったり、そういう状態になります。で最悪の場合命を落としてしまうということになります。本来それぐらいインスリンって結構危険なホルモンするんですね。で減量中ダイエット飲料を飲む人たちっていうのは空腹を紛らわすためにダイエット飲料をガブ飲みするケースって結構あるんですよ。もう私も去年の減量中とかそういう感じだったんですけども、空腹でもうお腹が減ってしょうがない時っていうのは血糖値もそもそも低い状態なわけなんですよね。減量で食事を切り詰めてる中でそれさらに空腹状態になってるわけなんで、そもそもが血糖値が低い状態で、そこで人工甘味料をたくさん取って、もしですよインスリンが本当に出るんであれば、体に影響を与えるぐらいの量のインスリンが出るんであれば、そこで血糖値がさらに下がって低血糖で死んでしまったりとか、意識を失ってしまったりとか、健康被害が出てしまったり、そういうことになるはずなんですけども、まあそんなこともないですよ。私去年の減量中ね、もうガブガブダイエット飲料飲んでました。もう1日2リットルとか3リットルとか平気で飲んでましたけども、それでもですね全然そんな低血糖で体調悪くなるとかそんなことなかったんですよ。まあ、なのでインスリンが甘味料に反応して出るっていうのもまあ考えにくいです。なので甘味料に反応して太ってしまうとかダイエットが進まなくなるっていうことも心配しなくていいと思います。もうガセネタだと思っておいてください。まあ、ただその体脂肪の増えやすさっていうところについては人工甘味料関係ないとは思うんですけども、一部ねすごい甘味料とか添加物とかね、そういうものに敏感に反応してしまう体質の方っているんですよ。そういう方の場合、体脂肪が増えるわけではないけども体がねむくんでしまう、水分でねむくんでしまう、そういう可能性はねあるんじゃないかなと思います。
ます。まあ、私の知り合いでもね、そういうことを言ってる人がいるんですよ。私すごい敏感な体質で、甘味料とか添加物とかそういうものをね、ちょっと多く取ってしまうだけで体調悪くなるんですとかね、むくんでしまうんですとかね、そういう方もいたりするので、まあそういう体質の方はまあ取らない方がいいかもしれないですけど、体脂肪の増減においては人工甘味料を取るか取らないかっていうのはもう関係がないと思っておいていいと思います。飲みたくなったらもう人工甘味料のね入ってるダイエット飲料とかゼロカロリーゼリーとかね安心して食べていただければと思います。で最後にじゃあその人工甘味料の健康被害のリスクについてちょっとお話をさせていただきます。まあこれもねよくねインターネットですとか SNS で人工甘味料危ないよってね不安を煽るような投稿をしてる方がいるんですけども、本来ですねリスクっていうのは0か100かっていうもんじゃないんですよ。あるかなしかでは語れないわけなんです。特に食べ物、飲み物の健康へのリスクについてはやっぱグラデーションなんですよね。どれだけその物質に毒性が強いかっていうところと、じゃあその物質をどれだけ取るか、この2つでリスクっていうのは測るべきなんですよね。なので人工甘味料はこんなリスクがあるから絶対取らない方がいいっていうのは、物質のリスク、危険性だけ見てどれだけ取るかっていう量の方を無視して不安を煽るような投稿をしているので、あんまり信用に値しないです。なので量の話をせずにこんな危険なことがありますよというふうにね投稿している人の投稿内容っていうのは、まあ、あんまり信じない方がいいんじゃないかなと思います。まあ乱暴な話をしますとね、口に入れるものって全て取りすぎたら害が出るんですよ。水だって飲みすぎたら水中毒って言ったりしますけども、低ナトリウム血症という症状で最悪の場合命を落とします。醤油だって飲みすぎたら体調悪化します。第二次大戦中はですね、その徴兵逃れの方法として醤油を一気飲みするっていうね方法が流行ったこともあったりしましたけども、まあなので塩だって人間が健康に生活するためには必要不可欠なものですけども、取りすぎたらやっぱり高血圧になったりとかしますよね。脂質だって人間のね体に必要な栄養素ですけども、取りすぎたら肥満になって最悪の場合糖尿病になったりしてもうすごい深刻な症状になったりするわけですよね。そういうこともあって毒性があるからダメかというと、それだけでは実は測れなくて、その物質をどれだけ取ったらどれぐらいのリスクになるのかっていうのをしっかり合わせて考えていた必要があるんですよ。じゃあこの人工甘味料はその量っていうのも一緒に考えた場合どうなのかっていうお話なんですけども、厚生労働省の方で1日の許容摂取量っていうのは定められています。英語でね ADI って言ったりするんですけども、このね1日の許容摂取量っていうのが、まあ、例えばね人工甘味料でよく使われるスクラロースとアセスルファムカリウム、まあ、この2つ見ていきましょうか。まあ、あのビーレジェンドプロテインに使われているものなので、この機会にお話をさせていただければと思うんですけども、このスクラロースとアセスルファムカリウムの1日の許容摂取量っていうのが体重1キロあたり 15mg というふうに定められています。この量自体は別に聞いてもねピンとこないと思うんで覚えてもらわなくても大丈夫です。私もこの量聞いてこれが多いのか少ないのかってよく分かんないんですけども、じゃあそれを踏まえて日本人が1日にこの2つのね人工甘味料どれだけ取ってるのかっていうのも厚生労働省で測ってもらった研究データがあるんですよ。それによるとスクラロース、こちらが1日ですね体重1キロあたり 0.752mg だったということです。1日の許容量が 15mg に対して 0.752 ということなんで、かなり少ないっていうのが分かってもらえると思います。そしてアセスルファムカリウムの方は1日の推定摂取量が体重1キロあたり 1.779mg というふうになってます。これも1日のね許容量の10分の1近い数値なので、まあ普通に過ごしてるだけではもうほとんど害はないと思っておいてください。この1日の許容量自体もこれだけ取ってもまあまず人体に害はないでしょうって言われているような量として設定をされているので、そこよりも普段我々が取っている人工甘味料の量ってかなり少ないんですよと。まあまずですね人工甘味料による健康被害の心配っていうのはしなくていいと思います。まあ、なので私がね減量中ねもう本当に2リットルとか3リットルダイエット飲料飲んでましたって言いますけども、それでもねもう大した量じゃないんですよ人工甘味料の量だけ見るとね。まあ、なので当然それによる健康被害っていうのも私感じたことはないですし、もう飲みたくなったらダイエット飲料とかね人工甘味料を使ったものっていうのは全然食べていただいていいと思います。むしろそういうものを徹底的に避けようとすると食事がねものすごい味気ないものになってしまったりとか、食材を選ぶストレスっていうのがものすごい高くなってしまうんですよね。
そういうストレスによる悪影響っていうのがはるかに大きいと思うので、人工甘味料を避けた方が調子いいよ、体調がいいよっていうんであれば、それを続けていただいていいと思いますけども、別にその人工甘味料を取ったから体調が悪くなるとかね、そういうことはもう特に感じないよっていう方であれば、口にしたくなったら人工甘味料が入ったものを口にしていただいて大丈夫です。それで太るとかね、ダイエットが進まなくなるとか、そういうことはないので安心してください。ということでね、今回は人工甘味料のお話しさせていただきました。人工甘味料を取ることで太ってしまうとか減量が進むっていうことは、まあまずないので安心をしてくださいということと、人工甘味料のね健康被害については、実はね1日のね許容量よりも私たちが取っている量っていうのはかなり少ないので、健康へのリスクっていうのも限りなく低いですよと、あんまり気にしなくてもいいんじゃないですかというお話をさせていただきました。この動画がね参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ参考にしてください。 B レジェンドでは公式 LINE の方でお得な情報を毎日配信しております。概要欄にリンク貼っておりますので、タップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品やキャンペーンの情報を載せておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。